皆様お元気でございますでしょうか。氷川きよしでございます。先日まで、声帯ポリープのためにお休みをさせていただきまして、大変ご心配をおかけしまして申し訳ございませんでした。皆様から励ましのねお手紙とかメッセージをたくさん頂戴しまして、その真心に感謝の気持ちでいっぱいでございます。本当にありがとうございました。無事にね、声帯ポリープの手術も終わりまして、すっかり回復しまして、コンサートもいよいよ、再開いたします。6月からですね、自身初の全国4大劇場での氷川きよし特別公演が始まります。東京は明治座、そして大阪は新歌舞伎座、そして、福岡は博多座、ふるさとですね、そして大好きな愛知は御園座、この4劇場でやらせていただきます。まずはですね、6月3日から7月4日までのこうロングランなんですけどもね、明治座公演を行います。間もなく稽古もね始まるんですが、まあ、今回の姉妹はですね、ケイト・シモ、武道館時間旅行でボンジュールというタイトルで初の現代劇でございます。現代から18世紀のフランスにタイムスリップしまして、私、ケイト・シモンが大活躍するんですが、なんといろんな人物に変装します。私自身もとても楽しみにしているお芝居でございます。お芝居と歌の2本立てということで、お芝居の後は氷川きよしコンサート2022 in 明治座で、演歌ロックポップスとエンターテインメントな世界を幅広い世代の皆さんに楽しんでもらいたい氷川きよしの世界をたっぷりとお楽しみいただけると思います。こちらも楽しみに待っていてください。そして、やっぱり、ね、劇場公演というとやっぱりテーマパークだと思うんで、もう来ていただいてその中に入ってからワクワクする空間だと思うので、いろんなことにこう自分もちょっとこう参加させてもらいたいなと思っていて、いろんなものをこうプロデュースさせてもらったりとか、なんかこうワクワクする時間を皆さんにご提供させていただきたいなっていうふうに考えています。明治座氷川きよし特別公演、4月24日からチケット一般発売中でございます。ぜひ明治座にお越しいただきたいと思います。皆さんにお会いするのを楽しみにしております。氷川きよしこと氷川でした。さよなら。また会う日まで。